不法侵入者だ。探し出して撃破する。奴らは町の中に潜んでいる。油断するな。知らせろ。人間様の恐ろしさを見せてやるぜ。クライマーが人類を絶滅させようとする理由、それに重大な意味があると考えているものがいます。それほど地球人が恐ろしいのかもしれないな。考えてもみろ。狭い星に80億人もがひしめき合い、しかも全地球人を何度も殺せるほどの武器を所有している。エイリアンには異常に見えるだろうさ。人類の血生臭い戦い方に比べ、奴らは時間を操り最小の犠牲で勝利を得ようとする。なんとも洗練された戦争だ。そうでしょうか。彼らの時間戦術というべきものも、長い血塗られた歴史の果てにたどり着いた知恵なのかもしれません。我々はプライマーのことを何も知らないのです。プロテウス隊と合流して進め。エイリアンを確認。歩兵部隊、エイリアンを撃破しろ。敵は大軍だが、我々にはプロテウスがある。勝つぞ。施設エイリアンを撃破しろ。各機バトルオペレーション。プロテウス隊ファイヤー。大地は俺たちのものだ。お前たちのいる場所はない。形状がおかしい。あれは何なんだ。人類は負けやしない。俺たちがいる。EDF がいる。
イブ3ドローンです。アンドロイドがこの場所に集結しつつあります。アンドロイドどもはこの場所を封鎖し、巨大な飛行物体を守る気だ。そうはさせるか。検査、攻撃する。テロ天才、ディスチャージ。この付近を制圧し、拠点にするつもりです。この物量では迎え撃つのは難しい。
消えました。タイムマシン、彼の情報は真実か。敵は時間を超え歴史に干渉できる。神の力だ。本当にタイムマシンがあるなんて。もしあれがタイムマシンなら、我々の努力もこれまでの抵抗も全て無意味です。そんなバカな。タイムアップ。抵抗はここまで。奴らはまた歴史を変える。努力は泡となって消える。歴史が改変されれば、新しい歴史の中で私たちが生きている保証はない。私も君も。ずっと昔に死んでいるかもしれない。